ちょっと待ってろよ。今うまいのを作るからな。うわー、デノス、何よそのエプロン。これが？かわいいだろう。カレンが作ってくれたんだ。かわいいっていうより狂気だわ。なんか言ったか？いいえ、何も。ならいいけどな。もうちょっと待っていてくれよ。すぐできるからな。どんなのができるんだろう。ものすごく不安。よし、一丁上がり。ほら、できたぜ。俺特製のスペシャルランチだ。匂いはまともね。ほらほら、遠慮してないでたっぷり食え。おかわりもたくさんあるからな。どうだ、うまいだろう。そうかそうか。うそ、本当においしいの？本当だ、これおいしい。だから言っただろ、うまいもの食わせてやるってな。おかわり。まったく、うまいと分かったら途端にこれだ。ほら、ゆっくり食え。飯は逃げたりしないからな。でもどうしてこんなにゼノスは料理がうまいの？カレンさんが料理を作ってたんじゃ。ああ、傭兵だなんだと出稼ぎに出ることが多くてな。自然と料理の腕も鍛えられたのさ。そうなんだ。おいしい、幸せ。ああ、おいしかった。もうお腹いっぱい。そりゃ、あれだけ食えばな。あれだけの量の飯は一体その体のどこに入ったんだ？乙女の秘密ってやつよ。何が乙女？もういいじゃないの。まあでも今日はごちそうさま。またごちそうしてね。ああ、気が向いたらまた作ってやるよ。